ップ、そう、ボードが丸ってことですか？あのね、うん、戦い方がスクエアのタイプじゃなくて、うん、こうなんかあのサッカーボールみたいに、丸くっていうか、なんだろう、ボードみたいな、うん、ボードの上に、うん、放射線状にこう、うん、引いてあって、うん、もういっぱいで、もう最後の一枚この、うん、奥まで分かんないのよ。へえ、大逆転がある。お、人生だねと思って。へえ、ニップっていう名前ですか？そう、ニップっていう。面白いな。私ね、うん、あのオセロで負けたことないのよ。はっ、うん、オセロとニップ。そう、ニップだったと思うな。ニップ、うん、オセロ、間違ってたらごめん。分かんない、ちょっと調べてみよう。あ、でもそうですね、うん、悪いやつが出てきますね。大好きです。オセロの進化版ニップ。そう、あのね、やっぱり私ね、縦横斜めぐらいの、やる動きじゃダメなんだよね。あ、とっても鬱陶しくて、もう決まりきってるってことですね。そうそう、決まりきってるから、この年になってなんですが、うん、やっぱり年だから言うのかもしれないけど、うん、押さえつけられるのがダメ。正確ですよ。年じゃないと思う。あ、でも私ハイハイだったよね、どっちかっていうと、うん、そうですね、ずっとエリューさんそんな感じだったけど、OK、うん、いいよ、やっとくよとか、うん、だったけど、いつの間にかオンって言い出したって言えようになってきたことだね。もともとの性格はそのあのイエスでは言いたくないけど、イエスって言ってたけど、そういうわけでもないですよ。でも、でもないの。あ、そうなんですか。言いたくないわけでもないけれども、うん、ただ自分だろう、なんて言ったんですかね、あれって。なんなら、でも自分が変わった感じなんですよ。変わった。ああ、うん、明確にでもそれ言えるって素晴らしいですよ。もう本当に明確にって言うとかっこいいけど、露骨に。まあそれでもしかして、まあね、ご縁も切れてるのもあるでしょうけどね。いや、縁は切れるもんですよ。うん、うん、はっきり言っちゃうんだよね。まあここで一回ちょっとコメントの方、美里に読んでもらいましょうかね。はい、はい、先ほどの、はい、マスターの後ですね、この辺から、はい、見てるのマスター、はい、心のアルバム、さすがいい返しだわと。ねえ、さっきの、はい、そうですね、ミレンのマスターからニコルの話です。藤田ニコル様ですよと来てて、タイゴさん、ニコルは元セブンティーンって雑誌のモデル。ああ、そうなんですね。多分ね、僕が頭に浮かんでる子がそうだと思う。多分ね、うんうんうん、この梅沢富美男、うるま市エイサー祭りって来てるのは今小沢十字路にいます。梅沢富美男は、うん、本物は、うん、公式って書いてるから本物でいいんじゃないですかね。メソレトミオ。なるほどね。ああ、なるほど。あれ、どうしてここに乗ったんだろうって思っちゃう、私が。そうですよね、うん。いや、沖縄っていろんな人来てますよ。うん、こう本当にさりげなく有名人とすれ違うよね。そうですね。で、私なんか人の名前覚えるの苦手だから、うん、すごい芸能人とかでは、うん、ああ誰か、ああああ、そっちもうん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 ってこう名前言ってほしそうに、あっち見て名前はごめんね。出ないよね。出ない出ない。うんうん、前言いましたっけ、山城さんと、うん、面白さん間違えるんですよ。前、うん、言ってた、うん、言ってた、うん、未だに分からないし、どっちだったかな、うんうん、もうちょっと牛乳飲んでカルシウム蓄えたら、いや、ダメですよ、牛乳飲むと下すんで売るだけなんですよ。みたいな。OK、いいですね、それね、はい、いいかもしれません。はい、はいはい、なんかね、うん、本当沖縄有名人いっぱいいるよね。はい、うん、で、なんかこの有名人との距離感が近いよね、妙に。あまりこう、なんか普通、なんか、うん、見すぎてるせいか。なんだっけな、ミーハー心があんまりないみたいな言い方する人いましたよ、うん、沖縄の人がですか。見ても、うん、まあ、驚きはしますよ、テレビに出てる人が目の前にいたら。でも、うん、見て見て誰々だよっていう言い方はしない。みんな個人で見て、ああ何々さんがいるなって住んだりとか。シャイなんじゃない。だシャイなのかどうか、いや、シャイではないですよ、声かけるから。声かけるんですよ。声かける人って商売やってる人が多いよね、うん、ちょっと名刺ちょっと書いてくれるとか、ちょっと写真撮ってくれるとか、そういうのばっかり見る。で、自分のお店にこう、なんか、
うちのお店に来てもいやあれはどう見ても通っただけでよ上手ですよねやり方がねそう、うんうん、でなんとかさんって書いてくれるとあ、うん、あ商売上手な人が一人いますよ知ってる人がちょっと地名を言うとあれなんですけどすぐバレる人ねうんいやもうそこじゃないんですあの観光地の名前観光地のすぐそばに隣接してるある、うん、あの食べ物屋さんで、うん、住所は違うんですね道挟んで向かいがそこなんです首里なんですよ道向かい首里だけどこの人が店出してるの首里じゃないわけ、うん、だけど、うん、営業許可証とか、うん、あの正式なあれじゃないところ全部首里で通してるから違う住所書いてるから配達物が僕主流なんで、うん、この店そこにないわけでも道向かいの違う住所にその店があるんですよで店行ってすいません、うん、こんなの来てるんですけどこっちで間違いですよねってあうちうちって言ってから住所違うでしょって言ったらごめんって主流って書いた方が、うん、逆来るんだよねっつって住所主流であの広告を出してるんですよはあ、あの沖縄の人やっぱり多いと思う、うん、そういうの、うん、あのだけど暇でしょあの詳細があるというかそのアイディアがすごいというか、うん、でも長続きしないっていうか、うん、そうそうそう続かない、ね、なんでかねなんで長続きしないの、うん、ああ身内が潰すんです全部飲食店は身内友達がみんな食い潰すんです行って友達だろうみたいな友達だから安くしれとか例えばですよ友達僕が店やりましたエリオさんが来ます誰か別の方紹介するって言った時に、はい、僕の店で怒ったらお金金額いくら払ったって言わないでしょ僕の店で知り合いの店で人に怒った時に、うん、あっちいくらだったよって普通言わないでしょあいくらかかったよみたいな、うん、言う言わないごちそうした時は何よここそしたらごちそうされた人はまた来てくださいねって言われてもいくら払ったか分からないから行けないんですその店の単価が分からないからあよっぽど余裕がないといけないああ、うん、高いって言ったら困るなみたいなあっちいくらだったかなこの間怒ってもらって面白かったけど今日お金こんだけしかないから、ね、足りないかもしれんなっつって足に向かなかったりとか、うん、よかったのはもう同級生が中学校の同級生が店来て「え久しぶり」と「飲ませ」と「何だよどうぞどうぞ」って「ボトルちょうだい」と「お金」いいだろうみたいな感じで来たからごめんごめんこんなじゃないよっつってそうだね下返したら僕がケチってみんなに言いふらして違うそれでいいよっつって、ねうん、結局なんていうのかなあとはその飲んでてダラダラ飲んで、うん、サービス指令とかっていうのを、うん、冗談で言う人と本気で言う人がいるからあはいはいはい結構であとはやってる側が気持ちが大きくなってこっち俺が出しとくからっつって店営業あの経営してるのにお金取らなかったりっていうのもあるしマスター飲んで、気が大きくなっちゃって、やってる人じゃないけど、痛いよ気大きくなってそうあーって言ってあーって言って、うん、出してるのは私だけどちょっとあなたの後頭部平らにしていいかしら怖いでもねなんかうんってありますよね。なるよね。うんうんうん。あとは何でしたっけ？理容室と、うん、クリーニング屋さんだったりとか。あと歯医者さんが多い沖縄は。歯医者も。なんかね、特別な営業許可証がないといけないような職種が結構個人でやる人が多いっていうのを。あと沖縄に来てびっくりしたのが。うんお医者さんたちが、うん、個人のお医者さんたちがより集まってビルを作ってるっていうのがびっくりした。へえ、これ賢いなと思って。一つのビルにあのいくつも入ってる。そうそうそう。あれそういう仕組みなんですか。そうそう。なんかね仲のいいお医者さん同士が、はい、あの学会だなんだかんだとか何かでこう知り合った時に、じゃあみんなでビルこうやってやろうよって言って、うんうん、もうビル一棟がして、はいはいはい、みんなでこう入って。うん、だから行く方も楽だし、なんかあれ楽だなと思いました。で紹介状もその中で行ったり来たり。へえ。私あでも。そういう仕組み、第一に行った時にメディカルモールっていうのがあったので、うん、そういう仕組みだと思って、なんかその何か所か病院が一箇所に今集まる、うんうん。でも沖縄は自分たちで各自、うん、お友達同士でやってるって感じですよ、ね。バーンって、うん、あれ、うん、もう賢いなって、アイディアがすごいと思って、うんうん、ね、最近増えましたね。あれ、行きやすい。面白い。でもあれ本当便利ですよね、うん。同じ場所でやってくれると。うん、で、ただその、ちょっと、それるんですけど、うん、そういう、
なんかビルの中に入ってる皮膚科に行ったことがあって、うん、じゃあやっぱり皮膚科の先生って自分をすごい美意識高いというか、女の先生、うんうん、患者見ないでずっと自分の前の鏡を見ながらこう見てておいおいって思いましたけどね。何を見てるんだいって思うんですね、うん、先生の化粧品どれぐらいするんですって。あのね、私が使ってるのはうちのクリニックで出してる月5万ぐらいかかるんですけどねとかってじゃあ綺麗になるだろうな化粧品くださいって言ったら本当に1週間前もらった時綺麗になった。欲しいなって思って。月5万はちょっとな。そうです ね5万はちょっと化粧品にはさあでもな欲しいなですね。うん、確かに、うん、本当にそこのクリニックの化粧品もすごいで、やっぱりエステと脱毛も併設してて、うんうん、いい行ってないけどでもまあノウハウというかもともとちゃんとした医学的に若い人とかやってるものだからいいですよね。そうそう、うん、で Y ナンバーの奥さんたちが多いああなるほどうーんだろうなと思って。そうなんだねね、パチパチしてましたけど、でも本当にそこの先生は本当肌綺麗。うん、そう、肌が綺麗。あとは好みで。そうですね。うん、好み、ね。肌はとってもね、綺麗、大事ですよ、うん。あとは好み。そう、好み。うん。人、うん、それぞれ好みがある。うん、で、そんなわけで、はい、年を重ねる、はい。あるじゃない、はい。なんかこの頃ふと、うん、逆に年取ったなって思う時ってどんな時感じる？またマッスル系って言われるなんか体力落ちたなとかできてたのになっていうやつあのこの間ジムに行って、うん、あの足のレッグトレーニングをこう、はいはいはい、座ったままこう上げるの片足、まあ、両足上げて片足片足っていう時に、うん、両足上げてじゃあすぐ片足でってなった時に上げれなかったんですよ片足に変わった瞬間に、うん、ショックすぎて自分ができなさ加減に、うん、なんかもうこんな私足の筋肉なかったかって思うぐらいショックで、うんうん、もう本当なんか自分の年を感じた瞬間ですよね本当あれ。なるほどね。うん、ひふみさんもないです。おお。ないのかなあるのかな、うん。あんまり考えたことないですよ。ああなるほどね。山、うん、ちゃん年を感じた時ってどんな？ですね。うちの場合にお悩み出した。あれは言えないんじゃない？あ、そうなんですか、うん、え、聞きたい、うん、そういう系？そういう系。ああ、でも下系ですよ。わかる、なんかそうだろうなと思った、うんうん、あ、でももう一つはあるので、うん、まあ下じゃないんだけど、うん、この、前頭炎さ、うん、2日間中継して、うん、で、昨日飲んだんですよ、うんうん、ちょっとしか飲んでないのにもうヘビレキになって、やっぱりね疲れが溜まってるんだなって気がしましたね、うんはい、だよね、うん、私が年だなってか、うん、感じるのはあの、うん、ジャニーズとか、うん、なんかあの見た時に可愛、うん、いなって思った瞬間年だなって思うかっこいいじゃなくて可愛いなって、うんうんうん、あの思った瞬間ジャニーズ そうですね。あとこう、うん、なんだろう男の子たち、うん、とか、うん、見てあの女の子もそうだけど、うん、かわいいなーって、うん、あーって思った瞬間、うん、あっ年か、うん、あー年重ねたなって思う、うん、あとなんかこう、うん、なんだろうなこう普通だったらカチンときたりして、うん、あのねってすぐ言いそうなことが、うん、あの飲み込めるみたいな飲み込むっていうかお前バカかって笑っちゃう時、うんうんうん、ああ年取ったなみたいな年重ねたんだなとかで、あのこうやっぱりこう番組やっててよくね、うん、あるじゃないいろんなお疲れ様お疲れ様です、うんね、なんかそんな中で、うん、あのんって思った時にこのなんか面白いなとかあのこう怒りっていうよりも笑える自分が笑える自分あー年重ねたな車の運転してて昔イラッとされる、うん、した割り込みだったりとか、うんうん譲ってもらえなかったりとかイラッとしてたのが最近は笑えたりしますよ、うん、ああ余裕がないんだなこの人って思う。ああそれって多分年だと思う。ああ私は免許証返してって優しくなかったですあなた免許証返してって思う。そう、うん、でもあの違う意味でだったらなんかあまり面白くないトークしてる人にご飯誘われると、うん、誘うなって思う怖い正直でも思いますよあでも
なんかさ、わかんないけど、面白くないトークってどんな、例えばなんか一人舞い上がってる、トークはどうなってるんですか。面白い、面白い、面白い、本当に面白い、大丈夫、大丈夫、大丈夫、食事行きます、あ、焼き鳥屋どう、こちらの向かい、新焼き鳥、新焼き鳥食べたい。そしたらやっぱり浦添の鳥広だね。あ、そうですね、行ったことある、ない。ここは鳥広の大将っていうのがやっぱり野球でこの人を知らない人がいなくて、もうプロもアマも、もう子供たちのね野球もそうなんだけど、本当にもう幅広く面倒見がいいわけ。もう私ここの夫婦に惚れててね、すごく本当素敵なご夫婦ですよね、うん、あのあれだよ、キャンプの時期とか行ったら、うん、まあ、プロ野球の選手とかが、そう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 、あの一般市民に混じって焼き鳥食べてる普通にね、うんうんうん、そう、それをなんかこう特別扱いするわけでもなく、うんうん、もう人生相談をしたりとか、うん、対象が、うんうん、おいくつぐらいの方なんですか。もう結構、ねもうそろそろ60近いかもしれない。あ、じゃあ まだ50代みたいな。あ、違う、あの人と同級生って言ってたよ、あのトソムさんと、あのエイジーのリード、あのボーカルの、え、じゃあもう全然若いですよ多分。いくつだっけ。40代。違う違う、50いってる。あれ、トソムさん50いってるんですか。いってるやばい、それがわからない。50じゃちょっと超えたぐらいですね多分。とんでもない、もっといってるいってる。トソムさんそんなにいってるんですか。甘いって、声に惑わされちゃいけないよ。あ、もう全然わかんなかったです。トムさん、そんな聞いてみようか、電話して。今聞きました。放送中です。放送中ですけどみたいな。ああ、じゃあ50代。そう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 。ずっと私より上。そうなんですね。ああ、お店みたいな。私もやるよ。何屋さんですか。小料理屋さん。あ、うん。とってます。一人、あのお酒も一人二合まで、日本酒。あ、もう量決めるんですね。そう、やだ、何ですかって感じ。あのちゃんとあれでしょ、ベロンベロンお断りなんですよ。あのすいません、もう席ないんですよね、ごめんなさい、また明日いらしていただけますか、早い時間に。でも美味しくお酒も飲めて、美味しくご飯も食べれるってなったら、ベロベロになったらもう何も分からなくなるじゃないですか。だったらでもそれの方がいいのかな。もしお酒の楽しみ方って難しいですよね。そう、たしなむ感じというか、うんうん、楽しいお酒はいいけど、ふざけたことやったらどうするミサとこの人みたいになりますね。一回ちょっと肩こづいてみようかとか、ちょんちょんって出ますっていう。みんなでじゃんけんポンして負けた人でコピーしようぜとか。酔っ払いの扱いはうまそう。いや、酔っ払ってなくとも交わし上手ですよ、うん、とっても上手ですよ。酔っ払いはめんどくせんすよ、ほんとに。やっぱ酔っ払い。男性女性違うかも。あの女の酔っ払いめんどくさい。あの女の酔っ払いめんどくさくない、キャン君。いやー、まあ、でも割と僕は交わす方法は人よりは慣れてるかなと思ってます。任せた。交わすな、入れろ。タイプいろいろありません。なんかさ、だってさ、可愛いとか、なんか笑っててキャッキャしてるのはいいよ、仲間なんかでしょうねみたいな。だけどさ、なんかもうやだ、私のこと抱きしめて寂しいとかって言われてごらん、バーの中で。あ、それは、はい、ってなる。もうごめん、ちょっと一回口閉じるって言ってますね。ええ、もうマスターごめん、タクシー呼んで、みんなのこと送っていくよって、いいから最初に帰りなさいって、うん、歩いて帰るって、いいからタクシー乗んなさいって、うん、みんな送っていくから。分かんないの、あんたのせいでみんな飲み直したのよって。そんな言われたら、はいってなりますけど、最初分かって帰るって、お利口さんだね、早くって、お金はい3000円。何言ってんの、払ってきなさいみたいな。そう、大事大事。いやでも本当に酒癖の悪いのに限って酔いが冷めた次の日必ず電話よこすんのよ、ごめんねって。違う、あの時さ、ああでこうでさ、私さ昨日は記憶あったのに、あ、そう、こんなこと言ってたけど覚えてるって、え、本当、え、それは覚えてない、え、あ、うん。ほら見ろ、お前の会話はもう疲れてるって。うんうんうん、そう、はー、酔っ払って記憶なくしたりしました。一回もない。私は、あ、でもとっても若い時ですね。でも記憶あるって言えばいいじゃん。あるになるんですかね。僕はその時は忘れてるわけ。でも 日を追うごとに思い出してくるわけ。あ、わかります、わかります。なんかね、やばい、あ、これ、あ、これでこのだったっつって、だって。なんかね、うん、ダメ。お酒が入ると冷静になる。だから、うん、酔って覚えてないってあれ絶対嘘です。絶対思い出してるんです。
思い出してるけど、すごい悪いから忘れたことにしてるんです。でも、うん、この間やってたよね、お酒飲んで、うんうん、記憶がなくなるのにどうしてお家に帰れるのって、うん、あれってなんでですか、うん、と、海馬が、海馬が記憶をあの司るんだって。でも海馬はお酒に弱いんだって、うん、でだからそこがあのお酒によって記憶、新しい記憶を、うん、記憶することができなくなるんだって。だから忘れたんじゃなくて記憶を記憶できなかっただけなんだって。あ、はい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 。ただメモリーは生きてるってこと。生きてる。で、ただこの海馬のちょっと上にある頭頂部あたりにある、はい、なんていう脳だとか忘れたんだけど、はい、その脳がナビゲーションの役割するんだって。お家に帰るとか、どうだこうだって。だからどんなに酔っ払ってもお家までたどり着くっていうのはそれなんだって。あ、それはね、アルコールに強いんだって。そうなんですね、うん、そう、私本当に酔っ払うと酔えば酔うほどめちゃくちゃ帰巣本能が強くなるんですよ。お家に帰るってなる人なんですよ。私と美里の酔った時のタイプが真逆で、別に酔っ払ってホテルとかで別に誘ってるわけじゃないのに、みんな飲みに行こうって言うと、私は帰る、絶対帰るって言って人の言うこと聞かないタイプ。あー、でもないですよ。何だったかな、なんかね、誤解されたことがあるんですよ。僕が誰かをこの人に、次どっかみんな行ってるから一緒に行こうとか行きなさいとかって話してるのは、この人帰るって言ってて、それをそばから見た人がナンパしてると思っててっていうのがあって、あ、俺だって選ぶよって言えばよかった。役に立ったんですよ。おう。下心ありの。そうです、とりあえず二次会は連れてってからいただこうかなと思って。そうですね、まずは今この場はっていうから、はいはい、やっぱり年を重ねてきただけね、ちょっとね、言葉の言い回しが上手になりましたね。そうですね、はい、はい、なんだろうね、なんていうのかな、うん、すごい冷静になっちゃう。 A さんはお酒が入るともっと冷静です、うん、本当に、もっと冷静、うん、今日こうやってトークしてるけど、かなり私、うん、自分の中は冷静だから、うん、うんうん、どんなに楽しんでてもすっごい冷めてるというか、本当冷静ですね、うん、ちょっとその手近いよとか言うしね。そうですね、わーってしてたけど急にはそうスッてなる。ちょっとやめてとかありますあります。酔うか、酔ったらどうなる、あんまり変わらないと思ってるんだよな、自分で。ああ。こんな感じみたいですよ。ああ。じゃあ今度みんなでね、飲んで、ちょっとそれは皆さんに報告しましょう。そうですね。はい。そうですね、酔う、そうですね、酔うと、なんかもっとスローにはなりますけどね、私はどちらかというと。なるほど。私は宴会屋にある。そうです。宴会屋はそう。宴会屋にある。宴会屋だけど冷静ですよ、ね、うん、男の人との距離がもっとできていくっていう。本当にできます、もう、うん、できるスピードがもっと速くなります。できるスピード、距離がこうできるスピードが本当に、今までがまあなんか起きましたはいぐらいだったのが、起きたはいみたいな感じの、かぶせ気味、もう本当かぶせ気味にはいはい、あ、だよね、うん、それでんみたいな。まだこうやって反応してるときはまだいいのかなって私は思ってます。あと、そうですよ、斜めになると反応しなくなる。斜めというか、美里にポッと、そう、目線がこっちに来るんで、はいって美里にかしてまあね、資格じゃないですか、そんな感じがね、いろいろありますけど。そうすると美里すごいすごい、資格というよりも美里がこう、うん、私がこうすごい嫌がってるのをすぐ分かってくれて、うん、ね、うん、あ、ちょっと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 、そうですね、たまに露骨だな自分って思う時あるんですけどね。だから多分勘違いされるんですよ。トップだと勘違いされるんですよ。トップ、そう、ああ、そう、あんたたちできてんのみたいな。そうそうそう、ツイキャスで見てる時ちょっと思ったことある。キャン君が腹抱えて笑ってる。そう、はい、そうなんだ、腹抱えてっていう感じなんですけど、正直なのかな、誤解されやすい。そうですね、なんか多分やってることが、多分私はこう男の人みたいな、多分エスコートっていうか、なんでしょうね。いや、もう男子女子じゃなくてバランスが取れてるんだよね。そのアウの呼吸があるんですよ。ツイキャスから見てわかるから、できてるんじゃないかなと思うのは分かりますよね。ね、結構ね、そうだよね。いや、もうやはりこれだけ意思疎通できるっていうのは、そう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 、やはり疑うところがありますよね。なあ、事実関係なくても心でつながってるからいいじゃないですか。はい、でしょ、あ、うん、あの、そう。
友達じゃない、家族。家族じゃない、うん。だってね、会社の設立パーティーなんかの時、もう、カーってこう、もう爆発寸前の時に、何やってんだみたいな感じの時で、じゃあ、パッとミサト見た時に、ミサト、でも、指、オッケー。任せてください。かっこいい。写真撮りたい、そこ。で、ミサトがパパパって動いて、こう、なんかこう、流そうとするんだけど。どこの会社で何があったんですか？まあこう勝手な人がいたりとか、約束通りレストランがちゃんと動かなくて、うん、あ会食のパーティーの食事を持ってって、うん、変なバランスになって苦情がいっぱい来て、うん、とんでもないことになっちゃったっていう時に、うん、なんだこれっていう時に美里がパッパッパッとお酒が来てないとかなんとかっていうのも全部動いてくれて、うん、でどうしてもあのあやっぱりこう美里からは言えない人っていうのも中にいるじゃん、うんうん、こう立場上とか立場上、うん、なんかこうまあやっぱりこれも年のせいかあの威圧的気に私は言ってないんだけど、うん、私が行くだけで威圧感を感じる人もいるみたいでそれはあれですよ悪いことしてるからです。なんかあのね意識が相手がね。でもねエアコンのあのまあ言ってんけどエアコンのね、うん、修理に来た人が、うん、ちょっとそっちのミスだったんだけど、うん、適当な工事して、うん、あの涼しい空気が入ってこなくてボワーンとしてて、うん、でもうエアコン今のこの暑い時期なくてどうするのよっては思ってたけど、うん、まあ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 でまあどんな感じあこうであでそれでってそれでってこう私のところは3階だから、うん、でこうその窓からこう下見てそれでって言ったらいやあのまあちゃんとつけてなかった俺たちが悪いんです。あオッケー直してくれたら全然オッケーよって言ったわけなの、うんうん、でこういろんなこう最後に報告の時にまあオッケーそれちょっとねあのお願いなんだけどっていいちょっとって言ったら、うん、もう、はい、おーってなってに私が頼みたいのはもうエアコン直ってからどうでもいいのよ、うん、掃除機だけ組み立ててみたいなえって思いますよね。ドライバーちょっと頼むみたいななんか皆さん勘違いして思ってるみたいですよ。うーん、うん、できてる2人ってなんでしょはいもうはいですね、うん、なんかなんですかね、うん、まあまあよく言われますよ私たちは。年取る話に戻すと、うん、さっき途中で思い出したんですけど、うん、最近ね、よく溺れるんですよ。夢の中で車運転中に。あ？ペットボトルの水で。えぇ、ー、ふわっふわっふわっとか、バーッとこぼしたりとか。わかる。僕はあの、だから、ストローじゃないとダメなんですよ。あの、わかる。例えば、こう、なんか飲もうと思って、こうやってガーッてやった時、まだ口まで来てないとか。口まで来てないわ、ないな。キャップ開いてないとかよくあるよ。ないないない。それさ、めっちゃ喉取れてるから、急いでパッと飲みたいんだけど、ちょっとガーッて、こうって当たったから、ってキャップ開いてて、うわ、言ってた。いやいや、大爆笑。ないですか？な、あるよ。届かないこともできる。口まで言ってた。あ、まだだったんだよ。ありますよ。ありますよ。見たことあります。どんなの？出ないでこうしてる。なんか、まだだったとか。それ飲みながら喋ってくるごめんごめんなんかなタイミングがねなんかなんかさ飲む時に喋っちゃってわっわっとかってなったりとかで、いや最近また自分の唾でむせたりするんですわかります。芸能本も販売してるので、うん、こんにちはギョンディですって言うんですけど、うん、あのちゃんと言おうと思ってすったらむせてコンコンってドア開けたしゴーゴーゴーってみんな仕事にもなんかさ私今日ほんと真面目に言うてるのだったのにあの年取ると笑えるよね年取ると笑えることが増えていくよね。そうですね。あのでもとってもいいことですよねみんな声が高いな二国とアバガあの何こう
こう喋っててこう言いたいこと、うん、これを言いたいのに、うん、途中から例えばあのさこの例えばね、うん、ポカリあんたも飲むねみたいに聞こうとした時に、うんうん、例えば美里がオレンジ色がって言ったらこのオレンジ色誰言い込んじゃったみたいな何混ざる言葉もありますよ、ねうん、あります、あります、いいですか何言ってるのあとなんか年取ってきてなんかやっぱりこうもうやっぱり19、20歳じゃないからそんなところに時間かけてられないっていうのはあるいろんな面で、うんうん、例えば靴下脱ぐ瞬間とかなは違うよ好きなら好きでいいんじゃないとか別にそんなにどうこうこだわらなくたっていいんじゃないって、うん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 、そんなの徐々に分かるよそんなの考えるなとか確かに、うん、あの昔ほど時間っていうのはあれですよね、うんうんあのなんだろうなんだろうもっとこう大切にじゃないけど、うん、テンポが良くはなりましたよね。わかるわかる。なんかそんなところいいよそんなところ考えなくていいから、うんうん、まあ明日明後日わかるでしょ。年なんですか男性化してるとか言われるの。男の人って結果求めるじゃないですか。うん、私別に、うん、どうだろう結果求めてんのかな。何かあった時に男性は女の人が話聞いてほしいとかって、うん、今日こんなことがあんなことがあってって、うん、男は結果どうなのって。うん聞きたかったんですよ、うん、それでどうしたの、うん、とか結果がない話になると、うん、はってなるんだけど、うん、女の人はその途中経過を聞いて欲しくて喋ってるってああそうね男の人は途中経過どうでもいい、うん、結果どうなったのか知りたいから、うん、でも私もしかしてちょっと男性の方かも昔からそれで何が言いたいのってそう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 かもしれないですよ何まず結果言ってあ、OK、でそれでそれはどうなってそこまで言ったのって、うん、あの本の読み方もそうなのこう本会に、うん、本会に行くじゃない、うん、でパッと表紙見てあなんかいいかもって、うん、最初のパッと開いて、うん、一番最初見るじゃない、うんうん、で最後読むわけ私、うん、最後の章であ結論はこれか、うん、であと適当に開いてあよし買って読もうみたいなはあ買う前にもう今最初と最後とはもう見ちゃうわけですね。あ、そうそうそう。そんな買い方するからお家に来たら本読まないのよ。そうですよね。でも、分かってますからね、結論もね。いや、でも、最初から結果分からずに、うん、ああなってる、こうなってるっていうのを長いと、読み飽きて、なんか読んで疲れて、最後まで読まないっていうのもないです。あのね、私、テンポのいい作家しか読まない。うん、テンポが良ければ。もう、お亡くなりになりましたよ。シドニー・シェルドンとかね。好きだったな、うん、あと頭を思いっきり使わせてくれる作家さんとか好き、うん、あの昔だったらなんだもうちょっと忘れたけど、うん、あの砂の器とか書いてた人とか推理物とか大好きだったな、うん、もちろんあの高校の頃とかは赤川次郎とかバンバン読んだけど、うんうん、みんな通りますね、うん、あとは文学系はほとんど読んでる、うん、あの太宰とか石川啄木とか与謝野晶子とか、うん、中原中也とかあの辺の作品はほとんど読んでる、うんうん本の話し始めて何年ですけど僕読まないですねもう何ですか見出しがかかる着信娘からだ、はあ、え出たらえ切れたついたようじゃないんですか、うん、えうんいいよいいよいいよ電話して8時今たった今ですよたった今今ブー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 してそう、うん、ほら今日ずっと電話かけても取らないんですはい、着いたんじゃない着いたんですよ電話、大丈夫ですかいいよいいよ、着いて、うん、すいません、皆さん、中座しますはいなんかさ、うん、何の話してたどこだったかね、ブー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 で分からなかった、ごめんなさいスポーンと飛びましたね。ねえ。うん。まあ、そんなコーナーで、ちょっとしたテーマに戻りたいと思いますが、はいはい、ヤモンさんからメール来てるので、本当じゃあ、こっちで。はい。はい。写真付きなので。ほう。まさか水没してるとか言わないよね。押したら、写真も。はい。見てみましょうね。でっかくできる。今の店内、こんな感じです。ああ。あの、仏壇のろうそくじゃないかチヒョンみたいな。ですね。あ、でもほんと停電してるんだ。うわー今もなのかな。でもなんかオープニングの時なんか来てたみたいだけど停電してたっていうコメント入ってましたね、うん、うわー台風の状態どうなんだろう。いや結構荒れてるみたいですよ本土の方は、本気で来てんのかな。停電で大変だよって来てますもんね、うん、ねええー、そんなこんなで、ね、このやっぱり年を取る年を重ねるっていう部分なんだけど、うんうん、
美里はどんな感じ、こうやっぱりこう三十何年生きてきたわけじゃない、うんうんうん、はい、それでふと思う時に、うん、年取ったなっていうのはさっきのこう、うん、ね、いろいろ年を取ったなでいくと、うん、体が思ったより動かないな、うん、でも年を重ねてきたなって思うと、重ねた結果今がいいなってやっぱり思います、うん、今が一番、うん、なんかあんまりこう過去に戻りたいと思うことがなくて、あのこの頃、うん、あ、もともとですね、なんかよくみんな話に出るのが高校生の時に帰りたいとか、私はもう前からだけど一切戻りたくないね、うん、うん、だってなんかせっかくここまで、うん、せっかくここまで来たのに、うん、やっぱりね、それはなんかこう失礼だなって思うんだよね、自分に対して、うんうんうん、どこどこに戻りたいとか、うん、たらればを言っちゃうと、うん、うん、たとえなんか後悔するようなことがあったとしても、うん、それを戻りたいとか、うん、なんとかっていうトークをしちゃうと、うん、なんかねって、うんうん、もう来世にこの教訓があるんだったら生かせるけど、ほとんどがないわけじゃない。そうですね、まあ今回はこれでいいんじゃないって思えばみたいなふうに思うんだけど、うんうんうん、その年を重ねる、うん、年を取るっていうのの違いっていうのは、うん、もう意味合い的にもちろん違うんだけど、うんうん、文字としても随分違うというかね。そうですね、うんうん、どっちかな、なんか年を取る、もう、うん、A さんが今日のテーマって言って送っていただいた時に、うん、年を取ることの年と、うん、年を重ねることの年の、うん、その漢、まあ、漢字、日本語なんで、まあ、漢字がいっぱいあるじゃないですか、うん、でパッて見た時に年を取ることっていう言葉からは、もう簡単に単純に言うとネガティブな感じ、うん、どっちかっていうと、でも年を重ねるっていうのは、うん、ポジティブ、極端に言うとですね、うん、っていうなんかイメージがして、なんか自分は年を重ねたいっていうふうになんか感じたんですよね、うん、そう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 、なんかね、うん、そういったことをちょっと20秒後ほど、はい、後ほど後に待っててください、はい、次のパターンの曲でお願いします。あ、わかる、ウルトラで、何で出してるかな、次のもう一個のさパターンのは何で出してる、はい、曲ですか、日々とか入ってるやつ、パターン B、 パターン B、 うん、全然わからなかった、ごめんなさい、大丈夫よ、大丈夫です、大丈夫、あ、日々が入ってるのは、あと何だっけかな、日々はテーマ2の方に入ってる、うん、それでいい、テーマ2の方のやつ、テーマ2の方、うん、うん、ちょっとね、一回この年のやつ締めないとダラダラになっちゃう、はい、日々から、ね、はい、はい、はい、あと何だっけかな、日々とか何だっけかな、あと入れたの、ヒーローじゃなくて何だっけ、何入れてたっけ、はい、ではマイク上げます、あ、二つ、二つじゃった、何、モンキーマジック曲ですか、どうなの、アゲインとか入ってるはず、アゲイン、うん、今ちょうど、森山直太朗の日々が流れてるわけで、確かに私たちがこの生きてくる中でね、うん、やっぱりこう年を重ねるっていうのは日々過ごしてきた、うん、年を取るのもそうだし、まあ本当にこうちょっと盛り上がりすぎてね、わー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 1時間楽しみに来たんだけど、もう本当にこうふっと年取ったな、あ、年重ねてきたな、でもどっちかっていうと自分で感じるのはどっちの方、重ねたです、あ、いいね、いいね、でもこの頃、うん、こう顔見ると分かる、うん、この人は年を重ねているというイメージで生きてるのか、うん、年を取ってきているというイメージで生きてるのか、うん、本当にね、1年2年っていう小学1年生とかって表す年の方は、年の方は年数を表すんですよ、うん、意味合い的に、うん、でただ年数をただただただこうこなしてるというか生きている、うん、ただこの年歳月の方は、うん、歩むという字の下に犬と書く、うん、だからこの誰かと共に歩む、うん、そう、共に歩む、それは決して誰か、例
他者というか、例えば私が美里とか、私と誰かとかではなく、その誰かというのは、私の中にいる私と向かい合う、向き合いながら生きていく、それが年を重ねること。うん。うん。人のことばっかり、周りばっかり気にして生きてる人は、自分の中の年を重ねることができないんですよ。うん。なぜかというと、今この瞬間を、今自分どんな風に生きてんだろうっていう意識がなかったり、いつも人、周りにばっかり、人にどう見られてるか、こう見て、どんな評価を受けてるかっていうのを、周りにその意識がいってると、自分の中で、人の目ばかりで、自分が自分に対する確認作業ができなかったりとか、自分という一番の見方を知ることができない。だから自信がないっていう人は、どんなに周りで評価をしても、その人の自信にはつながらない。ノーベル賞をもらおうが、直木賞をもらおうが、芥川賞をもらおうが、何をしようが、それは自分のエゴが満たされるだけの話。ただ、あの人たちの自信につながったのは、その人たちがコツコツと積み重ねてきたもの、まさにこの歳月を生きてきたという、自分の一つ一つを自分自身が認めてるから、あの人たちは自信を持って失敗がないということに、自分たちは意識を向けられている。だからどんな辛いことがあろうと何であろうと、今その瞬間にもう一歩、もう一歩って生きていけれることにつながるわけ。だから、年を重ねてきた人の顔を見ると分かるっていうのは、満足感があるわけ。今この瞬間に生きてることの。で、満足感というのは、何かがあるからではなくて、どんなにお金を持っていようと、どんな素晴らしい富を持っていようと、誰が見ても大富豪よねっていうような人であろうと、インドのドバイに住もうと、どこに住もうと、お手伝いさんが何人よと、そういうところに暮らしてても、心が豊かでなければ、結局、その豊かさを知ることができない。で、その豊かさを知るというのは、つまり、満足感がどこに自分の中に設定されてるか。その満足感がちゃんと備わってる人は、自分の今を認識することができる。自分の背丈を知っている。だから遠くに手を伸ばすこともないし、自分の身の丈に合った生き方をするから、そこで一つ一つ手にしていく。感じる。この感じられたことに満足感を感じる。だから自分の自信につながる。そうすると表情が豊かになってる。だから顔を見ればわかる、あ、この人は年取って生きてる人ね、あ、この人は年を重ねて生きてる人ね、ってやっぱりね、深みがある。一緒にいたり、もちろん、あ、この頃この人はなんか充実していい人と出会って、あ、充実してきたからいい顔してきたな、満足してるんだろうな、まあここに今来た、もちろんこれがフラッシュバックでいろんなことを起きようと何であろうと、今ここで出会ってる人たちがこの子を守る、だから安心しなさい、何が起きてももうここで出会ってるのはあなたの、いろんなことがあって、もちろん残念なこともあっただろうけど、その中でもあなたが積んだ徳で今この瞬間を手にしたんだから、ただそこで忘れていけないのは、いつも言う謙虚さ。自分の立ち位置を忘れると、遠くに手を伸ばしたくなったり、人のものに手を伸ばしたくなったり、自分が何を手にすれば嬉しいのかとか、もしかしたらただ見てるだけでも嬉しいかもしれない。幸せを感じるかもしれない。誰かの笑顔を見るだけで満足感を感じるかもしれない。そこにはちゃんとした勇気が備わってるから。自分の孤独時間を生きるということができる人は、しっかり満足感が備わってる。自分一人でいるのが怖い、一人でいるのが寂しいっていうのは、人の中にいても寂しいんですよ、実は。一人でいる人はどこに行っても寂しい、一人でいて楽しい人はどこに行っても楽しい、例えばいじめの経験があります、だから人の中に行くのが怖い、でもよくよく見たらいじめには二通りあると思うのね、よく悪いだけでいじめられるとは限らない、よくってその良さを周りが受け入れられなくて、妬み、僻みで、自分の本当はなりたい
相手に出会ったのにね、以前話したように、うんはい、それを受け入れられなくて、とってもあなたにも素敵な奇跡が起きてるのよって、うん、でもそれを気づくことができなくて、うん、それを悲しいかな、うん、手放した時にいじめは私は起きると思うわけ。うん、うん、だから、うん、この時に誰かが、あなたが今向き合ってるの本当はあなたがなりたい自分よね、うん、って誰かが教えてくれたり、本当はあなたも、うん、なぜいじめってなるかっていうと、相手に自分のないものを感じる、うん、そこに必ず出てくるのが寂しさ、うん、うん、共通は全て寂しさ、うん、大人になってもくだらない、あんた中学生高校生みたいなこと何やってんのよって思うことがあるわけで、うん、でもふっと振り返ると、うん、寂しいんだな、うん、寂しいんだな、うん、だからあの全て、うん、私がこの頃とってもこの半年ぐらい、うん、半年2年、うん、2年ぐらい前からかな、うん、全てこれでよかったんだ、全てこれが正解だったんだって思えるの、うん、例えばじゃないんですけどね、私を裏切った人、うん、それでよかったんだなって思ったの、うん、なぜかというと、その人はそれなりの苦しさがあったんだと思う、うん、だから逃げたかったんだと思う、うん、で逃げた場所にその人のあった安らぎがあったら、その人にとっては丸じゃない、うん、で私も逃げたかった人と一緒にいるよりも、うん、そこでは傷ついたかもしれないけど、うん、その風景を見て、うん、また私というものをね、うん、確認して歩き始めたら、うん、私にも私の場所のまた安らぎがある、うん、そうするとお互いにお互いの場所で安らぎを感じて癒されて、また出会った時に笑顔で出会える、うん、でなった時に全て丸だなって、うん、で今日あの本当にああなんて嬉しいんだろうって思った時に、うん、この人ともたくさん喧嘩してるわけ、うん、本音でもガンガン言って、違うよ私が言ってるのはそれではない、うん、でもちろんお互いに傷ついたりもしたけど、うん、でもこうそれを、ああそういえばエリュー言ってたのこういうことだったんだなっていうことを言ってくれたんだよね、この何ヶ月か前に、うん、こう仕事が動き出す前にこの人のね、うん、でその時に、うん、私はそういう感じで言ってたんだよねって、うん、今だから分かるよって言われた時に、長くかかったけどなんか良かったなって、うん、本当にこいつ二度と会いたくないとか、うん、お前なんか死んじまえって言いたくなるぐらい喧嘩もしたこともあったけど、でもそれすらも言える相手だったんだろうなって、うん、でもなんか本気で付き合ってきたからこそ本気で喧嘩もできたし、うん、今このまだこの今見えた風景がお互いにありがとうおめでとうよかったよね、うん、じゃあ今度頼むよみたいな会話になれた、うん、きっとこれから先の風景はまた何のどんな風景が回ってるかわからない、うん、しっかり向き合ったものだけ、うん、しっかり年を重ねる今この瞬間を意識して自分を見て生きてきた人だけが見れる風景だと私は思う、うん、だからあの年数を、うん、年あのなんていうのかな、年数を生きるのも大事、それはそれで大事、うん、かもしれない、うん、でもやっぱり1秒でも早く年を重ねるという意味、年を重ねて生きるという意味を気づいてくれたら、こんな幸せなことはないかな、うん、これはあの奇跡っていうのは宝くじに当たることでもないし、うん、運命の人と出会うことでも私はないと思うの、うん、一番の奇跡は気づきだと思ってるから、うん、同じことを言っても耳にしても気づく人気づかない人、うん、ネガティブに取る人逆恨みする人、うん、そこで喜びを感じる人、うん、いっぱいいると思うんだよね、うん、そこで喜びとしたして感じられたりとか受け止められることができた人っていうのはこれからの、うん、本当に1秒先、本当にこの本当になんかもうよくわからないけどこの、うん、霧のように流れていくこの時間の中で、うん、あの本当に今までのことが大逆転が起きる、起こすことができる、それが私は気づきだと全て思うな、全てそこにつながるというか、気づいたものにしか味わえないというか、うん、
もうほんとささやかなところにいっぱいたくさんの気づきってあるなと思って、うん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 、ねえ、だからあの、なんだろうな、この間この番組終わってから、うん、あのひふみさんとはそこで立ち話して30分ぐらいしたじゃない、うんうん、3人で、はい、あ面白いなって思った、正直、うんうん、見てる角度を一緒だなって思ったし、うんうん、あのトークするテーブルも同じだなって思って、うんうん、ああなんかこういろんなことをあの暴露トークとか、うん、ちょっと怖いトークもありーのの、うん、やっぱりトークすると一緒にやりたいなって、うん、あの駆け引きをしない、うん、今この瞬間にいる人っていうのは、うん、すごく前をすごい見てる、うん、うん、それはなんか素敵だなって思った、うんうん、褒められてるんですね、褒めてるよねありがとうございますちょっとね、本当にみんなの幸せをいつもこう、うん、見せてもらってるんだけど、この番組を通してだったり、はい、日常この日々ね、この生活の中で、うん、やっぱりこのこんなことがありましたよっていう声を聞くのも嬉しい、うん、ただ今とっても辛いですっていう声を聞いても、うん、あ、じゃあそれはどっから来てんのかなってよ、うん、こうね、共に寄り添って話聞くこともするけれど、うん、あの、なんだろう、人って弱ってる時って、本当に自分では、元気な時の自分では意識してないような言葉が、人を救ってたりするわけじゃない。うん、もちろん自分も救われてるし、うん、それも相手との、さっき言った、共に歩む、うん。自分の内側だったり、この、自分がそうやって年を重ねながら生きてる感じの生き方をしてる人は誰かやっぱりそういう時に現れてくれたりとか、うん、ね、美里にいっぱい私今ありがとうあるんだよねってね言ったように、うん、本当にこうお前は、うん、美里頼む、もうちょっとしっかりしてくれるってじゃないと私誰に頼んのとかっていうトークがあったり、この頃ね、本当になんかこうたくましくなってきたなと思ってね、ありがとうございます、うん、あの時を重ねてきましたねって思いますよね。そうですね。うん、思いますよ。うん、あのキャン君がとあの年を重ねて生きてきたなって、もちろん今若いからこう時間がやっぱりね、いくらあっても足りないのかこうねあるだろうけど、どんな感じです？やはり100メートル10秒で走れなくなったことが年を重ねたなと思いました。なるほどね。なんかクールなね、あの。はい、こういうなんかこう光さすような感じのトーク、はい、うふって思うね。このスッキリ感があるというか、やはりスポーツパフォーマンスではもうピーク過ぎちゃってるので、なんかね、なんかあの今までだったら筋トレから始めるのに、はい、今なんかストレッチから始めるもんね。ちゃんとね、そう、何、30分のウォーミングアップなんか別にって言ってたのに、はい、いやいや、ウォーミングアップ大事ですから、大事ですから、大事ですから、そこからお願いします、ね、そう、それがないとちょっともう苦しくてみたいな、いや、本当にそうですよ、もう怪我が一番怖いので、うん、あ、本当ね、はい、もう心拍数ちゃんとチェックしますか、そうそう、まだいけるの、ちょっと今回休みね、そう、私、心拍数が40、うん、あの普通50ないんですよ、うん。うん、52とか超えてくると、うん、あ、ちょっときついな、60ってなると苦しいなと、うん、うん、それが普通の行動の時で、60超えるときつい、うん、運動してて130とか言ってもなんともないんだけど、うんうん、ただきついのが、あの運動してこの40、うん、なんだろう、56ぐらいからバーンって130とか上がって、うん、だから落ちるときに一気に40代に落ちるから、うん、その時に心臓がキュッてするの、気をつけた方がいい。あの心拍数って激しい、ね、あの変化させるとあまり良くないので。ね、なんか、うん、あの、うん、多分ぽっくり行くタイプなんじゃないかなと思う。羨ましい。ぽっくり行きたい。なんかピンピンコロリでしたっけ？そう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 。ああ、ありましたね。ピンピンコロリいいっすね。ね。周りは寂しいですけどね、うん、周りは寂しいですけど、いやいやいや、周りは寂しいよね。ピンピンコロリでもそうでなくても周りは寂しいよ。いや。でもピンピンコロリなんかさ、周りにはちょっとあの、うん、あのちょっと 2,3 日余裕をあげたいよね、あ 2,3 日、うん、あのなんでかっていうと、あの今回あの、うん、あのサザエさんのお母さん役、うん、船さんの声優さんが亡くなる前の日に、うん、あの身近な人たちに連絡したらしい、私ちょっと体調がおかしいからって、うん、でこう身近な人たちにみんなに連絡して
で次の日に眠るようになくなったらしい。あ、でもそれは、うん、あの一番理想、理想ですね。こう、うん、旅立つ方もあのこう残る方もそれを見送る方も、うん、どっちにとってもその時間はたった一瞬の一言であっても交わしてるとね、あの、うん、ちょっとすいませんね、あの、なんだろう、結構私ね、あの人生すべて想定内ってちょっとあのね、番組前に言ったんだけど、ああ本当想定内でことは進んでるなって思って、うんうんうん、あの前にも増して今をこうしっかりあのみんなと関わっておこうかなって、うん、想定、うん、僕は想定外はが多くて、うん、だけどそれが受け入れきれるんですよね、その度その度、うん、なんだろうな、あのこの間言ったかな、あの病院に行きました、で今問診があると最後に、うん、がんの告知どうしますかって聞かれるんですよ、うん、へえ、そうそうそう、もしあの結果出る前にね、そうそうそう、うん、でがん、あのがんだったらって言われた時、具合悪い時だからはっって思うわけじゃん、で思わずはっって言って看護師にえっって言ったら、今あのこれ聞かなくちゃいけないんですよって、うん、ああもちろん告知してくださいって言って、うん、でまあその時は具合悪いし、まあ一通りやって帰ってきてから、ああちょっと言い忘れたなと、うん、ああちょっと言い忘れたことがあると思って、で昨日ちょっと病院だったので行った時に、うん、先生すいません、ちょっとあのこの間の問診で訂正してこう、うん、カルテに書き直していただきたいことがあるんですって、うん、あ何ですか、うん、あのがんの告知のことなんですけど、うん、あのもちろん告知はしてほしいと、うんうん、自分の生きる時間を知りたいのでと、うんうん、まあ占い師じゃないだろうから、うん、あの長く生きるって言って短かったらみんなに恨まれるから短めに言うんでしょうけどね言ったら先生がまあ先生も若いでしょうからまだそんなに、はい、うん、あのそういう経験もないでしょうけど、うん、って言ったら、おー、はい、あのできれば私に告知するときは私の体調を見て告知してくださいって、うん、もう苦しいとかゲーゲー吐いてるとか今日痛いとかちょっと精神的に参ってるなっていうときは告知はしないでくれ、で今日私ちょっと鼻歌歌うぐらい調子いいのよねっていうときに、ちょっとすいません三上さん、エリューさん、ちょっとこっち来ていただけますかってその時に呼んでください、うんうん、今日ご機嫌どうですかって、あのいいわとってもっていう時に告知をしてください、うん、でそこでお願いがあるんです、うんうん、エリューさん、これから告知をしたいんですけども、うんうん、あなたのガンはとは言わないでくださいあなたのポンはですねちょっとあなたの寂しさに、うん、引き寄せられたようで、うん、あなたのどこどこに集合してしまったらしいんですよと、だからちょっとこれは今だとこうしたら乗り越えられそうですと、うん、で確率はこうですと、うんね、でもし残念なことに末期になってた場合、うん、ちょっと皆さんこう定員オーバーしたらしいんですよ、あなたのポンがだからちょっとこれを、うん、定員オーバーなのでこれを今から削除ね、うん、こうなんかちょっとメンバーをね減らすのはちょっと難しそうなんです、うんうんうん、これからの時間この定員オーバーの人たちも受け入れる方が私はいいと思うんですけど、いかがですかというような告知を私にしてくださいそ先生、うん、なんかポロポロ泣き出しちゃったあれと思って、最初は何言うんだって思ったんですよって、うんうん、だけど、うん、私たちも、うん、なんかもうちょっとどこか、うん、もう機械的に、うん、事務的にクールな顔をして、うん、伝えないとこっちが相手の感情に巻き込まれちゃうと、うんうん、だからクールに伝えてた、うん、でもそれが どれだけね、うん、がんの患者さんを傷つけてたか、うん、とても今胸が痛い、うん、正直言った後に何でもない顔して昼飯食いに行ってましたと、うん、で家族の人たちにも、うん、すごいクールな、うん、感情を全てリセットした顔で伝えてたけど、うん、それは間違いなんですね、うんうん、そうですね、だって感情あるもんって、うん、で先生も言ったらその時なんか、うん、びっくりされたでしょうけどとか、実は私もびっくりしたんですよって、うん、で皆さんに伝える前に私もとても苦しいんですよって、うん、言ったらきっとあなんかこの先生は痛み分かってくれてんだなとか、うんうん、
安心して先生に悩みを相談するかもしれない、うん、今本当は辛いとかちょっと今日テンションいいからカラオケでも行きたいとか、うんうん、なんかそんなのあるかもしれないし、結構人生って全て想定内で全て回ってると私は思いますよって、うん、ただそういうんだっていうのをみんな忘れてるだけで、嫌なことを考えたくない人、思いっきり考える人、まあ起きたら起きただって思う人、いろいろいるわけで、全部想定内ですから先生、ポンになろうが何になろうが先生のせいでもないし、直せなくとも先生のせいではない、うん、ただそうなった人が少しでも心が楽に、うん、今この瞬間穏やかな生活を少しでも送れることに言葉を使っていただけたらありがたいかなというのが私から先生へのプレゼントって言ったら、先生とかお父さんが本当になんか、私ちょっと別に告知されたとこからスタートしてももうね、クレーマーじゃないよみたいな。確かにそうですね、うん、ただ自分のね希望というかこうしてほしいなっていうのを伝えたんですもんね。なんかこう、うん、お仕事何なさってるんですかって、私みんなの幸せになるように背中を押してあげてるのとかって言ったら、うんうん、なんかわかりますって言われて、うん、いやでも先生変なこと言ったら足引っ掛けるかもまあね、まあ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 、あと先生私とにかく抗生剤合わないから使わないでって言ったら、うんうん、まあそんな話をしながら、うん、ちょっとこう診察時間よりもそのトークの方が長くなって、うん、ちょっとねもう想定内ですからね全てって言ったら、うん、強いですねって言って、いやいやいや、うん、何でもあり、うん、この人生何でも起きるよって思ってたら、うん、起きたかそれかみたいな感じで、うん、とにかく人生は受け入れるしかないんですよ、うん、生きる時は受け入れるしかない、うん、全て、うん、いいことも何もかも、うん、今この瞬間は苦しいかもしれないけど、うん、でも絶対この何か苦しいと思うこの出来事の、うん、この影には絶対なんかもうこいつ笑かしてやるぞみたいなものは必ず隠れてるから、うん、大丈夫なんですよって。で、私の予定はちゃんと立ってますから。うん、そこに周りが合わせればいいだけですよ。私のこの細胞たちは。で、うんうん、先生が、は大丈夫大丈夫、まだいけるまだいけるとかっていう話をしながら、うん、とにかく先生たちは、うん、がんっていうのをとにかく学会レベルで変えてくれと、うんうん、ポンにしてほしいそしたら分かりましたじゃあって言って、いいよ今日は帰るって言って大丈夫後で来ますって言ったら、うん、電話しますって言って、電話昨日着信用拒否にしちゃって先生後で来るよって言って、うんうん、まあ、ようやく入れてきましたけどね、うんうん、この間ねちょっと CT 撮った時に、うん、お CT こんなにあっという間に終わるんだと思って、うん、うん、一瞬でしたね。なんか万歳して、うんうん、ウィーンってなんか通されて、うんうん、もうそんな早くなってるんですか。 あっという間、うんうんうん、いい病院ですね。ね、高いんですよあれ機械よかった。最新も早いんですよ。丸々中央病院、丸々中央病院、うん、わかんないですけど、あ病院の上があっちですよ、南部になるのかな、うん、あ、うん、文字漢字画数多いのが多分そうですああなるほど、はい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 、あっちは、うん、科によるけどいい先生結構集まってるらしいですね。あと同じ病院かなだと思う。ん？ええ？ん？え？え違う？あさあおおえ？多分一緒だと思う。多分一緒だと思う。多分一緒だと思いますよ。うんうん、あれ三文字じゃなくて漢字三文字。かもね。そうだ。かもね。そうだ。そうだ。三文字だ。言ったらダメなんですか。
いいのかな、富城中央病院ですもうめっちゃ一生懸命ここ出そうとしてる横からさらっと言ってしまいましたね。ここはやっぱりお医者さんを、うん、本当に集めてるらしい、うん、頑張って、この、一番なんだっけ、皮膚科じゃない、うん、皮膚科で一番有名でした。あ、そうなんだ。何だったかな、皮膚科いいんですか。違う、何だっけな、いや、なんかね、もう思い出せないでもさ、ピンポイントで言っちゃうとこいつら回しもんかと思われるからいいんだよね、それぐらいで。何がですか。でも、どの科だったかな。ああ、じゃあ、本当話ですよ、本当に。分かるよ、分かるよでも、なんかね、私思ったのが、うん、先生に力入れてる。じゃあ看護師さんはって思ったら、うん、看護師さんたちが素晴らしかった。素晴らしい。先生だけでは成り立たない。うん、うん、確かに。まあちょっとね、こんなこと言うとあれなんだけど、私の担当の先生はちょっと頼りなかった私が引っ張ってる感じ、なんかこう可愛いなお前みたいな、うんうんうん、これから積み重ねていけよみたいなだってさ、先生の薬ちょっと合わないよって、ちょっと先生ちょっと解雇なってきたって言ったら、いいの先生、そんな顔しなくていいから、早くこの点滴止めれば解決するから早くって言ったら、うんうん、じゃあ見ててかわいいもう先生って言ったら、でなんか思わずこう若造って呼びたくなるような、そんななんかこう下にしみの感じるね先生ね、うんうん、面白かったのが、先週の月曜日行った時に、うん、いちいち検査の結果出るたびに、うん、この病院で走ってくる音がするのよ一回は誰だと思ったんだけど、うん、なんかそう、なんか結果出ましたみたいな、こうカッシャーみたいな今の先生たちも、うん、カーテン開けますねとかさ、うん、開けていいですかって言うのに、結果出ましたみたいな、点滴してるだけだからいいけどみたいな ね、 ねもしもね、何かね、ね、おおっね、でそれが3回ぐらいまあまあの頻度ですね。今日はクレームで言っていいんじゃないですか、受付でところがさ、もう憎めないのよこの先生、先生って今私痛くて寝てるからさ、うん、ここだけだからこれしかやることないけど、うん、もし私が入院したらこんな風に開けないでねって、なんでですかっていやいやいや、もしかして私着替えてるかもしれないじゃないって、うん、だって診察して見てるのにっておいよあーねーでも可愛らしいね先生って、面白い、もうね、で、うん、痛いから笑わせられると、うん、痛いのよ、うんうん、そうするとあれもしかしてこの先生わざと笑わしてくれてんのかなみたいな、うんうんうん、ごめんねとかって言って、またって言って、また行って、また検査の結果で、うん、はーって走ってきて、ちょっと血液検査もっと詳しくやりましょうねとかちょっと特別な検査ですよとか楽しそうですけどねなんか本当いやー、打たれるのは私だけど、注射とか。そうですね。やられる側はちょっと不安でしょうけど、なんでしょうね。痛いぜ、と思いながら。ですね。いや、いいですよ。なんかでもあの病院は、うん、なんか、また行きたい、また行きたいな、安心して行ける。あー、うん、いいですね、うん。そういうところだとね、うん、安心して、まあ、笑わす。通院もね、笑わすじゃないけど。でも自分も去年ね、月曜日に事故って、土曜日に事故って、2回事故って救急搬送されたんですけど、たまたま搬送された先の病院が同じ病院で、受け入れた看護師が一緒で、2回目来た時に、また来たの受けるんですけど、と笑われて、怪我人だけど、つってからさ、笑って。ってことは、1回目の事故、もうすぐ時短だね。時短、最初は僕は追突したんですよ。あ、そうなんだ。ドンとですけど、バイクでこけて、で、警察、僕が保険全部入って、僕が電話しますって相まって、警察呼んだら、バイクでこけたって言ったら、消防、救急絶対呼べって言うから、救急呼んだら、乗ってくださいって言って、うんうん、相手の人と話する前に、あれ待って、搬送、どこで事故った？バイク330です。いつ？ 7 月10日ぐらいです。去年。何でですか？あ、去年？去年よ。あ、去年じゃ違う。なんで？誰か身内僕引いた？あ、違う。違う。引いてたらこうやってないし。この間、うん、見たの。あ、事故？そうそうそう。本当にバイクと車が。うんうんうん、うんうん、この間事故ってさ、こっち元気にいないです。ね。去年。うん、そうそうそう。うんうん、去年そう
月曜日に追突して、うん、月曜日まで待って、ね、月曜日に追突して同じ日の週の土曜日に今度は同じところの反対側のところが後ろに追突されて、うん、うわ進行方向が一緒だったんです。なんかそこはあるね。そうそうそう、すぐ言った言ったのやに口が入ってるって言われた。わかります？口が入ってるって何ですか？沖縄の方言で口返しっていう言ったのお祓いがあって、わかります？わかった。わかる。あ、内地でもそういうこと言わない。沖縄だけ、うん、口なんとかも言うでしょ。口災いじゃないけど、なんかそんな言い方があるみたいな、うん、例えば、大きい財産買ったりとか家建てたり土地購入したり、うん、結婚したり車買ったりとか、うん、いいことがあった時に恨みが減ったうん、妬みとか減ってきて災いを起こすというので、みんなそれを知ってる人たちは大きい買い物する前に先にそれやるんです。口返しの儀式やった後に買い物したりとかっていうのを、口返しの儀式、口返しと言われましたよ。あんたこれ写真撮って送ってって言ったら、ああ口が入ってるって、僕の写真見てからゲーゲーしてこの人言ったの人、口なん、口なんっていう、口なん、なんてあるでしょ、そう、何にだな、そうなんですよね、うん、でも何にだなって言うと大したことなさそうに聞こえるよね。いやそうですね。怪我は大したことなかったんですけど、でも、うん、この一瞬一瞬で返す方法ってあって、うん、私のオーラは愛の実を通す、うんうんうん、愛ではないものはその人の持ち物なのでその人の元に帰りなさい、うんうん、これだけで OK、うん、んオーラ、そう私のオーラはって、そう、うんうん、覚えた。私のオーラは愛を返す。愛を返しちゃダメですよ。愛の実を通す、愛の実を通す、うん、そうそうそう、愛でないものはうん、持ち主のもとに帰りなさい。ああ毎日って歩こう。これはあ、そう、そしたら自分の唾でむせることないですかね。もしかしね。私なんかこの頃よく言うのが、うん、あれ、私の存在は宇宙の愛そのものだってかっこいい。そう言ってますよ。うん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 、だから私のもとには愛しか来ない、愛だけが集まる、うんうん、本当にそんな感じ。うーん、だから周りの人たちもすっごいハッピーになってんの。うーん、だからなんかトン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 って、うん、みんな本当私の周りの人たちがみんなハッピーになってってるから、うんうん、ハッピーになると人って余裕できるじゃない、うん、みんな余裕があるから、うん、なんか優しいな私にみんな、うん、おー、うん、いいですね、うん、とってもいいこと。だから、うん、なんかちょっといけずなことを、うん、してくる人のとこに寄ってて、私のオーラは愛の実を通す、愛で悩むのはお前のところに帰れ。怖い。それ次男坊がなんで俺のとこで言うの。だって優しくない。まあね、そんなことありますが、はい、錦の牧さん、まあ、そうですね、って言うんでいいのかな、ね、なんかこうおしゃれな感じだね、そうですね、ね、マヒ、マキ、マキさん、姫ですかね、うんうんうん、こんばんは、こんばんは、こんばんはです。はい、なんかさ、なんかこう体の切れるダンスとか踊ってそう。イメージ、名前からのイメージですか、はい、タンゴとか、そうですね、タンゴ、うん、なんだったっけかな、タンゴとか、うん、サルサでもキューバ系のサルサとか、あキレッキレのサルサ、キレッキレのちょっと情熱的な、ちょっとパワフルというか、そう、なんかこう、なんか手を投げ払うように踊るやつ。キューバ系のと、はい、なんかこう違うんだよね。私はキューバ系の方じゃないから言ってるのか、うんうんうん、なんかこう、なんかちょっとエロい感じ。うん、嘘ですよ。そうです。こう、ちょっと教えてくれてる人がセクシーなんですよ。うん、なんかこう、生めかしい感じ。ほんとね、風に舞うスカーフのよう。想像できないんでしょ。風に舞うスカーフ、うん、もう今2時間の2時間ドラマの風ビュービューしか当時申し訳ない、あれでしょ、火曜サスペースになってますからね。そう、はじめましてでございますね、はい、マキさん、どうぞこれからも出演のお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。ジヒョン、コインたくさんありがとうございます。いっぱいありがとうございます、はい、そう、ジヒョンのお母さんがね、そう、ピンピンコロリ、うん、今日みんなとね、なんか楽しくしてて、うん、次の朝亡くなった。うちの母もそうでした、おととし。あ、そうなの。うん、電話あった時に亡くなったって電話って昨日話してるから、うん、うん、違う、俺じゃない、お母ちゃんじゃないって言って電話切った後にもう仕事に集中できない、
お客さんに、うん、お母さんどこなってて、これどうしたらいいのってどこで帰れって言われていやそうですね、どこにいるのってわからないです、誰から電話あったって、お姉さんから、お姉さん電話したっつって電話して、うん、さっきの話が本当かっつって、うん、おいでもねえねえねえって言うから、すぐ来いっつって、分かったっつって、とりあえず病院行こうって、病院行って、うん、病院行ったらうちの姪っ子がもう病院の中、ばあちゃん死んだって来てるけど病室どっか分からんって泣いてるの見つけたから、あれあいつが泣いてたから僕落ち着いたんです、ちょっと待って落ち着けっつって、分かる、慌ててる人見ると落ち着くよね、ちょっと待って会社電話しようなってすごい電話して、母亡くなったんで、あの今日帰り戻れませんっつって切って、そうそうそう、なんかね、ピンピンこれでしたよ、私の予定は縁側で日向ぼっこしながら98になって、うん、もう頼むから病院で死んでください、家で死んだら後が大変なんですよ、警察呼ばなくちゃいけない、うん、大丈夫大丈夫、それぐらいはやってもらおうねで、あーなんか今日も気持ちいいねってお昼寝してて、そのまま、うん、あらオファー行っちゃってるしみたいな、うんうん、おじいちゃんが、うんあの日ごめんなさい、玉泉、玉泉あのイメージ玉泉でも、あの玉泉、いいや会社なのであ、いいんですけどね、うちの会社がスポンサーなので、どこ言おうとねもう平気でいろんなこと言ってますが、まあそんな感じでね、年を重ねるっていうのも顔見たら分かるよねっていう話をしてたわけで、うん、やっぱりなんかこうみんなでこうお互いに思いやりを持てるというか、うん、そんな何か時間を過ごしていける仲間でありたいと思いますよね、うんうん、はい、なんか本気でこうバーッとぶつけられる人っている、うん、ぶつけられる人、うん、何をですか、怒りをとか、怒りも悲しみも嬉しさも何もかも、どうなんですかね、今ね、僕の言葉で人を傷つけることがもう嫌なので、ぶつけることはないですね、なんかこんなのあったとか、ええこんなのあったんだよみたいな、うん、本音とトークして語り合う人がいる、あいます、あいい、ね、語れる人はいます、ただ喧嘩ではないですね、あもちろんもちろん、うん、なんだろうな、うん、であと喧嘩したいのは、喧嘩してるのが一人いる、あもう若い、あ20代で会ってない友達がいて、で許せないですよね、あ一人ぐらいいいんじゃない、うんうん、会いたいんですな、うん、あったら会って一回デコピンしたいんです、デコピンしても死ぬまで語りたいんです、あなんかさ時としてあのいない、なんか分かった封じのやつって、うん、いっぱいいますよ、分かった封じ分かる分かった封じ分かりますよ、あ分かったような顔してて、知ったかぶりみたいな、知ったかぶりみたいな、あれ方言で言うと若いんごわしって言うんですか、若いんごわし、若いんごわし、いっぱいいますよ、若いやつ怪しいみたいな、ねなんかさ、うん、いるよな、なんか、うん、エリューさんってこうでしょみたいな、うんうん、僕あの決めつけるの嫌いね、だからそれそれそれ、うん、私、うんうん、それ子供の頃に、うん、その大人があれはこうだこいつはだっていう大人を見た時に、うん、あこんな大人になりたくないと思ったんですよ、うん、小学校ぐらいだと思う、いつかは、うんね、今思えばそれぐらいかなと思うんですけど、うん、その時にあ絶対こんなおじさんにはなりたくないと思って生きてきてるんで、うん、今でもたまに、うん、あの人にそういう風に言う人がいるじゃないですか、うんうん、あの人こうだよねっていう人の、うん、中で心の中絶対違う、うん、やが見てないや、ああこの人が見てない一面絶対あると思うから、うん、僕さっき言った裏切ったとか、うん、僕もひどい裏切りとかいろんなのあるんですけど、それでも人は恨まないですね、うんうんうん、その人のあの、その状況だったりとか、うん、そうだよね、その当時の僕とこの人の立場だったりとかが、うん、あの合わなくてお互いそういう関係になってるだけで、うん、この人は悪い人じゃない、なんか私もより戻すって言って変だけど、うん、なんかこうさっき縁は切れるって言ったけど、私は縁は切れないような気がして、うん、あ僕言ったやつ、うんうんうん、なんかこうなんか関係性が距離がポンと今はこう今言ったように、うん、そのそういういろんな状況で、うん、離れちゃったけどまたこう違う形で関わったりとか、うん、それ以上の形で関わったりするのかななんて思いました、うんうん、見ちゃった、何をですか、夏の怪談みたいなものあそうなんですね、まあねそんなのがあったりとかするけど、うん、そう決めつけられたりするのが嫌、うん、そうなんかさ
え、そうじゃなくてって説明してたり、こうなんだよって言ってる途中で、うん、最後まで話聞かないで口挟んできたりとかするじゃない、うんうんうん、いや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 って、いや私が今話してるんだからってならない、うん、なるねえ、なる、うちのみがそうです、人の話最後まで聞かないです、うん、だから、いやちょっと待って今私が話してるんだからって言ったら、うん、押さえつけるって取られちゃったよ、違うしな、いやだからもう押さえつけるって取られた時点で話聞いてないから、うん、言う必要ないんですよ、うん、だから、うん、でしょ、聞いてるんだから、うん、だからあ私もそう思った、あ、うん、聞いてないなって思って、聞く気ない人には言う必要ないから、うん、あ、じゃあこの話終わりね、うん、でじゃあ話結果どうなの、いやそれで終わりです、うん、今現状こうだから、うん、これが結果です、うん、これで結果なので、うん、僕はこれ以上話すつもりもないし、あなた聞くつもりないんだったらこれ以上話することないんだよ、これで終わりね、だからきっとなんか、あ、分かり合えることはないなって思ったな、でもそれでこの人とは一生縁が切れるとはとまた違うんですよ、うん、なんかのまたタイミング、距離感がね、また何かのタイミングがどっかで関わっていくんだろうな、関わってきた時にはまた普通通りにそれまでと同じように話するし、それでも似たような、なんていうんですか、牙向く人がいるんですよね、うんうんうん、いやまたや、お前はやとかって話したら、あ、はい、うんうん、すいませんでしたっつって、私めんどくさって言う、めんどくさいです、ニコニコしてんの、めんどくさ、あとなんかね、冷たいって言われる、うん、冷たい、うん、男の人たちに冷たいって、うん、人たちにっていうか男の人に冷たいって言われた、あ、それはだから性格が 男だからですよ、なんか皆さんが求めてる女性を求めてるんですよっていうか、なんかこう何だっけかな、なんか何だっけかな、浮気したらっていう話になったのかな、うん、あ、いいんじゃないって言ったら冷たっって言われて、なんでって、うん、だって私は嫌だよってこう、あの、うん、あの響きで話してたのよね、うん、ママと、うん、でもう一人男性と、うん、私と話してたら、なんかやっぱり嫌だよって言ってたのをそれでもやるんだから、うん、いいんじゃないとしか言えないじゃないって、まあもう伝えてますからね、うん、それは嫌だよ、うん、でもその上でやるってことはね、うん、あ、もう、はい、仕方ないんじゃない、うんうん、って言ったら、冷たいって言われて何それでも追っかけてほしいわけって言ったら、うんって言うから、誰が追っかけるかですね、私は追っかけないから、うん、本当私追っかけないのよ、もうその人お会いさせてくださいもういいね、それあなたのことお会いしてします、私、はい、もう、あ、すいません、お会場お願いします、閉店ですっつってねえ、あ、もうなんかね、ほんと追っかけないの、うん、話があったらまた来るだろうなみたいな、自信があるんじゃないですか、うん、その方は、その人、あ、だろうね、うん、自信があるから冷たくされると、あ、なんで俺こんなされたかってないけど、冷たいって言って火を引こうとして、あ、無理無理、かまっちゃうんです、かまっちゃう、めんどくさい、かまってくる、甘えていいとか引っ張っていいって言って、女の子言わずに聞かずにやれ、そう、うんうん、いちいちね、そうもね、甘えたいなら甘えればいいわけじゃん、うんうん、本当にね、もう手のかかる大人が多いですよ、皆さん、どうもすいませんでした、どうしても3人になると面白すぎてずっと喋っちゃうね、止まらない、あっという間に毎度毎度こう2時間過ぎてきましたとかっていう、こうトークから入るんですけども、なんかやっぱりひふみさんが来るとこの美里との、あのトークでも2時間短いなと思うんですけど、3人になると別に3人だから短いんじゃなく、5人だろうが6人だろうが長く感じるときは長いだけど、なんかこう3人だと面白すぎて、今度ひふみさん呼ぶときはテーマいらないんじゃないかなと思うぐらい、あの思ってるという、なんかこうね感じるというか、なんかこう個々がこの3人が本当一人一人がなんかこうベースにしてるものが、相手を大事にする、自分を大事にしてるっていうところが揺るぎないものがあるので、だからこう、あの話が本当になんかこう豆粒のような話がもうどん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 こう広がっていって、止めとなくどこまでもなんか広がっていくんだろうなっていう、なんかこう皆さんから聞いたらなんかきっとなんか中学生とか高校生が部活の合間になんか喋ってるよねみたいな感じに聞こえるかもしれませんが、いやなんかこう大人になっても子供心を忘れないというか、あの大人になって子供じゃダメなんですよ、
大人になっても子供のような心を忘れないというところが大事なのかなって、それが年を、今日のテーマであったこの年を重ねている人たちだけができる、年を取ってきた人たちは子供なんですよ、その違い大きいですよね。てなわけでエンディングのトークどうなることやら、ではでは。いやー、なんかね、うん、3人だとあっという間というか、いや気づいたらあもうこんな時間とか、やばいやばいやばいみたいな、50分になったら私たちの番組エンディングの曲が流れるっていうお約束で、うん、本当は40分になったら一人語りって思ってるのに、うん、あー48分全部それって言って、面白いなと思って、そうだよね、だってこの3人なのに、はい、ね、ありがとうございます。誰が想定外なんて言うもんかみたいな。ね、なんかね、私勝負が好きなのよ。できないとかっていうのが、うん、なんか言うのが嫌じゃない。なんかね、あれで、うん、この1分や2分で話まとめられるわけないじゃないとか、うん、こんなにみんな盛り上がってるの、ここで話区切って次に行けるわけないじゃないっていうのを、うん、なんか、こうやるのが好き。誰もはこのイベントできないよねっていうのをふふんって思うのが好き。なるほどね。好き好き。うんうん、ただ違うことはできない。うん、違うこと。飛行機調べますとか、うん、飛行機調べますとか、ホテル探しますとか。電車どれ乗りますとか、はい、まあ番組のね、リスナーさんは知ってるんですけど、はい、エリューさん名古屋に着いたら黄色いラインの電車に乗るんですよって言われたのに、うん、私は黄色い線をたどればいいんだと思って、あの展示ブロックをたどってってエレベーターに着いちゃったとか、かこれどうしたらいいんだよって言って電話したら違うだろうって、エリューさん、うんうん、黄色いラインの電車だよって、あはーんまあね、そんな感じでやっておりますが、はい、もう生きてること全てネタ、私は、うんうん、そう思わないとやってらんないだってさ、何があってもネタだと思えば笑えるわけじゃない、そうですね、うんうん、楽しんだもん勝ちですよ、そう、うん、笑ったもん勝ちだよ、そうですよ、うん、間違いなくそうですね、うん、私の仕事は笑うを倍増って書いて商売ですからね、うんうん、はい、うんうん、私の勝負は笑う部と書きますから、うんうん、全て笑ったもん勝ちですよ、はい、はい、確かに価値は自分の中でどんな風に物事が膨らむかで変わる、うんうん、はい、うん、でもさ、なんか本当に思うよね、1円の価値をどう取るか、うん、1円ってさ、うん、どう判断する、どう思う、1円ってすごいよ、あいつら、うん、あいつら足りないときね、千冊を崩す。ね。そういう話じゃなくて。あ、それもあり。1円じゃ、何にも買えないけど、1円なきゃ何にも買えないんだよ。うん、そうですね。そう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 、うん、ね、うん。1秒後の未来を占える占い師がいないのと一緒。叶わないよね。またね、地面に落ちる1円玉が、ね、魅力的なことよ。うん。輝いてる。そう。これ拾うかどうか、ご褒美って拾いますね、うん。宇宙からのご褒美ですよ、皆さん。うん、はい。もう本当にね、うん、これからのスタートする1週間、どんな1週間になるか。はい。ね。やだ。どんな1週間、どんな1週間かしら。僕、毎日こんなです。最高じゃないですか。最高です、ね、うん、最高というかびっくりっていうか、私、うん、朝と夜で体重4キロ違うんですよ。あね、言ってましたね、うん、むくみで増えるってこと、増える、あそれがあまりにも辛くて、昨日美里のところに行ってマッサージしてもらって、うん、2時間って言ったら2時間半マッサージしてくれて、うん、なんかもうね、いてとかできる、マッサージ屋さん、あ、夜はマッサージの仕事、プロですよ、あ、そうなんですね、そう、やってます、愛情と憎しみを込めて愛情と愛情ですね、はい、まさかあ、やばいだってまあね、ぜひ皆さん58軒温泉沿いのマッサージ、はい、どこに美里がいるのか探して行ってみてください、はい、ぜひぜひ、あ、うまいですよ、ありがとうございます、本当頑張ります、まっすぐ歩けなかったからね、終わった、うん、
あのヘロヘロに崩してもらって、はい、崩して違うな。まあてなわけで今日も、はい、みさと、はい、皆さん今日も愛してまーす。はい、ふひふみさん愛してまーす。みんな愛してるぜ。メルトダウン。てなわけで皆さん、あの思い切り愛してますよ。みんなも素直に愛してるって伝えられる人になったらいいよね、うん、てなわけで一週間楽しく過ごしてください。お疲れ様でした。じゃあね、ありがとうございました。ありがとう、ごっくんちょ。こごっくんちょいいよね。ごっくんちょかわいいですよね。ごっくんちょかわいい。キャッチコピーです、僕。いい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。いや面白かった。良かったですか。なんかね、